今回も引き続き三重の妖精がここにいらっしゃってますので一緒にお届けいたします。はい、お届けいたします。じゃあ今日もさやかちゃんからまた質問が続きがあるので一緒に答えたいと思います。はい、はいはい、VTR どうぞ。私も比較的健康とか食生活を気にしてる方なんですけど、アスリートの方々ってやっぱりそれが試合とかいろんなところに顕著に出ると思うんですね。アスリートの皆さん、選手の皆さんはどんなものを意識して召し上がってますか？そして自炊ですか？外食ではどんなものを食べるように気にしてますか？教えてください。なるほど、なるほどね。もうこんな食生活とか言ってこんなアスリートがとか言ってこんなお菓子めっちゃ置いてるけどオンオフをやってオンオフね、オンオフ太れ太れってすごい言われてたから、もう何でもいいからご飯食べ終わった後は寝る前、うん、おまんじゅう、うん、おにぎり食べなさいって言われて、ちゃんとこう食堂で握ったおにぎりを夜持って帰って、えらい、へえすごいね。だからご飯の嫌いになりました、うん、5個目がってこと？そう、あ、もともと好きじゃないじゃん。私の大好きなの食べるのが好きじゃなくなった。それはでも分かる、うん、分かる、うん、どんな江戸の時、うん、5人生の時は、うん、もう食べなさいだったから、うんうん、そうだよね、強制されるとそう、うん、やっぱ食べないと動けない、食べないと動けないからめちゃめちゃ多いもんね。もう例えばって言ったらどんぐらい多いかな、ご飯も何グラムって決まってるんですよ、うん、人によるでしょ、うん、それも体重とか、あ、まあ、でもある、うん、体重とか、なんかそう増やさなきゃいけない人とか、その、うん、減らさなきゃいけない人とかいて、うん、のおかずはみんなまあ一緒だよね、うん、だいたい、うん、メインとスープとなんか副菜ももう、うん、いっぱいめちゃめちゃいっぱいあるよね。もうめちゃめちゃいっぱいあって、もうどんだけ食べるんだぐらい、うん、だから、まあ、野菜もタンパク質もねきっとめちゃ決められて、決められてたよね、まあ、そうそうそう、だから本当健康にいいものをずっと食べてたよね、うん。え、でも今は3人制になってどう？ゆかさん、その気にしてる？やっぱ気にしてるかな。どういう決められたものってあったけど、うん、なくなった時に、うん、なんか運動量も落ちるわけじゃん。うん、まあそれはあるかも。そう、運動量、そのあの時普段に毎日、うん、そうそうそう、毎日、うん、あの厳しい練習じゃないじゃん、うん、今どんぐらい動いてる？今週一応毎日は動いてるけど、あ、でも土日とか休み、うん、試合がない時は毎日動いてるんだ、うん、2,3 時間ぐらい。そうだね、あ、そう、1日ではないから確かに運動量は、うん、量もやっぱ減らして、うん、それはもちろんね、うん、減らすよね、うん、だけど、うん、まあ、取るものはちょっと気にしたりして、うん、基本トレーニングだけど、うん、脂質の種類とかは気にしてて、へえ肉系ね、肉系の鶏メイン、基本は鶏、基本鶏とか魚とかも食べて、そうそうそう、魚作ってるんですか？いや、スーパーとかで買うか、もう出来上がってるものを、うん、買うか、まあでもたまに時間があったらちょっと作るか、うーん、何作るの？なんだろう、それとね、作ってないんだ。いやいや、作ってるでしょ。違うよ、その時本当に基本的な味付けをちょっと制限されてたから。へえ、どういう意味？あ、まあ、そういうのなんかやってくれてる人がいたの？うん、あ、そうなんだ。彼氏って出てるよ。彼氏にそんな食事生活を。いや、でもね、逆にそういう彼氏がいたらいいかも。いや、間違いないね。お前これ食べろみたいな。いや、本当だよね。それにめっちゃ楽だよね、そんな彼氏いたら。そんな彼氏を募集しています。募集中でございます。ここまでアドレス回復みんな来る。サリさんは今は？今の方がなんか気にしてる。気にしてる。いろいろ、もうすごい野菜メインだし、うん、野菜が好き。へえ、いいね。だからそれがグルテンを控えようと思ってて。やばいじゃん。そうね。だから最近は米粉パンっていう。ああ、米粉パン一番いいよね。一番なんかタピオカ。タピオカも大好きなんです。うん、どんぐらい？どんぐらい飲んでる？飲んでる。もう。タピオカのお店をまずどっか行くってなったら、うん、近くにタピオカがないと、うん、そんなにそんなレベル？
行こう、タピオカロケ行こう、イエーイ。その時ゆかさんがいるかどうかは分からないけど。分からないよ、提供してるかもしれない。待って、マジでウケる。自炊はしてる？してる。今？結構やってる。料理できるんだ、サリさん。すごい。え、すごい。女子、女子、サリさんはすごい女子なんです。本当に。うちでだいぶ女子だよ。女子。中身素敵。ちょっとサリさんも作ろう。ごめんごめんごめん。違う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 。ごめん。かっこよく見られがちじゃん。かっこよく見られがちなんだよ。だけど中身はすごく可愛らしい女子。私もでも作りますよ全然。月に1回ぐらい月に1回ぐらい作っても時はちゃんと野菜とか私も一応野菜とタンパク質でもご飯大好きだからあのできるだけ夜は我慢したいなっていう気持ちだけありますそんな感じね。だからまあみんな一応今も気にしてるってことですね。アスリートの時はもう決められてたからひたすらそんなどんだけ食べても太れないぐらい練習してたってことです。もうそんな感じです。じゃあ最後、じゃあみんないっぱい食べてね。はい、最後のいつものチャンネル登録といいねよろしくお願いします。バスケもできて料理もできたらきっとモテモテになれるのに皆さん頑張りましょう。